皆さんこんばんは。はい、皆さんこんばんは。今日も楽しく流星ラジオ、はい、行ってまいりましょう。はい、3月も16日。そう、早いです。めっきりなんか暖かくなりましたね。そうですね。ね、ついこの間まで寒くて寒くて震えてたんですけど、まあいい陽気になって。ねえ、よかった。まあ、陽気が良くなると、うん、花粉症とかね、うん、また PM2.5 とか黄砂とかいろいろ空気が汚れて大変なんですけども、こちらの鳥越アズーリ FM は、はい、もう空気が綺麗なんですよね。まるで富士山の頂上かっていうぐらい鮮度がいいというかね。なんかここのスタジオに入った途端に、うん、なんかこう森林にいるみたいですね。そう、はい、イオンがもういっぱいあるような感じですね。お客様もそういう感じしますよ ね。イオンね、いっぱいですね。いっぱいです。なんか気持ちが癒される。癒されますね。それには秘密鳥越アズーリが取り入れてる空気対策、はい、コロナ対策がございます。そうなんです。はい、はい、コロナ対策はですね、うん、演者スタッフの検温を必ず行っています。はい、換気50分に1回行っております、はい、番組入れ替え時はスタジオ内すべて消毒しています、はい、除菌、素晴らしい機械を導入しています。はい、はい、それから鳥越アズーリ座るんですね。すごいですよこの機械ね。素晴らしい、はい、鳥越アズーリ FM のスタジオは窓があります。緊急車両のサイレン、台東区の緊急放送がマイクに入り、お聞き苦しい点があると思いますがご理解くださいということです。生放送感があっていいですよ ね。クリーンなスタジオ、クリーンなスタジオ、なかなかこういうね綺麗なところで放送することないですもんね。クリーンなスタッフ、はい、そしてクリーンなお客様、汚れた心の自分にはなんか申し訳ないんですけど、ね、汚れてないと思います。番組悪くるにはちょっと洗浄されて無垢な気持ちで帰りたいと思いますけど、はい、そして、はい、鳥越アズーリ FM は皆様の力で運営されております番組応援の会という会員を募集しております。この番組が好きだという方は番組応援の会にね入会することで、スタッフルームから見学したりテレビ電話で番組に出演することができます。詳しい入会方法などは鳥越アズーリのホームページからご覧ください。はい、どんどん増えるといいですね、サポーターがね。はい、いいですね。そして、はい、番組中にね、はい、生放送なので、はい、鳥越アズーリ FM のツイッター、はい、こちらの DM でね、僕らに応援のメッセージ、はい、またゲストの方にね質問などもありましたらお寄せいただければ、もう読める限り、そうです、読みたいと思います。もうひとみちゃんはね高校時代放送部ですからメールを読むのは得意ですからね。大丈夫ですよね。大丈夫です。大丈夫ですか。どんどん読みたいと思います。大丈夫ですか。はい。なんかハロぼーっとしてるね。眠くなりそうですけど、大丈夫ですか。大丈夫ですね。いつも朝早いじゃないですか、ひとみちゃん起きるのが。4時とか3時半とか。あ、でも今もう7時ですから、そろそろうとうとするような時間じゃない。そうですね。もう大体8時過ぎると。眠くなります。じゃあ今日はちょっと眠さ我慢して我慢してね、ね、もうイケメンと美女が来てますので。そう、イケメンさんと美人が来てますので気合も入りますよ ね。うん、嬉しいですね。嬉しいです。はい、スタジオに来てくださってね。はい、はい、またご覧のいたね皆様に楽しい番組をお届けしましょう。しましょう。ではまず最初に、はい、ひとみちゃんのね、歌をご紹介したいんですけど、ひとみちゃんの、まあ、師匠といいますかね、うん、初学や千歳師匠が亡くなってちょうど1ヶ月ぐらいになります。そうですね、千歳&ひとみんというユニットが1月の26日にデビューして、そうですね、ほぼほぼ活動ができなかったんですけども、映像がね、はい、ありますので、はい、その PV 映像 CH 列車で行こう、ご覧ください。どうぞ。夢と希望の新駅列車にご乗車いただき誠にありがとうございます。運転手は千歳、車掌はひとみでございます。皆様、この列車はどこに行くかわかるかな。わかんねえだろうな。パラダイスにお連れいたしますよ。それでは電波進行。千歳師匠、
出発ではなくて出発ですよ。ああ、ひとみちゃん、そうか。出発進行。浮かない顔して遠くを見てる。とっても心配。話をしてね。生きるってことは映画みたいなもの。最後は必ずハッピーエンド。毎日奇跡が生まれる。小さな喜び大事にしよう。雲の形が変わったら素敵な風吹いてくるから。人生は爆撃映画。ゆっくり走れば楽しみ増える。笑ったもん勝ち。一緒に旅しようよ。夢と希望を胸に目の前にある。できることからコツコツやろう。誰かが見てる。正義が勝つんだよ。願いは叶うよ。自分を信じて。悲しみ時々あるけれど、感謝の気持ち伝えていこう。暗い夜空も輝くわ。綺麗な星君を照らすよ。幸せは意外な場所で君を待ってる。微笑みながら泣いた数だけ優しい人に。車掌瞳、運転手千歳、年中無休で皆様をお待ちしています。最後に皆様に謎謎です。ミステリー。満員電車に乗っている鳥はどんな鳥でしょうか。答えが分かったらまた CH 列車に乗りに来てくださいね。それではひとみちゃん帰ろうか。千歳師匠、どこに帰るんですか。イエーイ。なんか見てると胸がこうジーンとしてね、お元気な千歳師匠を見てね。この間またお元気だったのでね、信じられないですよね。はい、さあ今日は千歳師匠ゆかりの、はい、方をゲストにお呼びしております。ひとみちゃんご紹介ください。はい、諸閣屋千代八さんです。ようこそ。ようこそ。お待ちしておりました。本当にチャーミング明るいしね、はい、もうこっちが本ね和やかになります。本当す、ね、うん、また色が綺麗ですね、このお着物の。あ、ミントグリーンですか、はい、これはね千代八さんが、はい、一人でお付けになったんですって。すごいでしょ。浅草橋で、うん、
ぱいつけてきました。なんか、ね、ダイヤモンドとかアメジストか、ね、あ、そう、ダイヤモンドのアメジスト、あと何ですか、キャッツアイとかいろいろね、オパールついておりますけども、素敵な長八さんをお迎えして、ね、はい、お届けしていきたいと思います、はい、早速なんですけども、はい、長八さんにメールが届いておりますので。そうですか、はい、はい、ありがとうございます。ペンネームバレンティンさん、バレンティンさんありがとうございます。ありがとうございます。いつも番組楽しく拝見しておりますよ。本日のゲストの千代八さん、いつも和服がとってもお似合いですね。何枚くらい持ってますか？そうですね、まあ、100着は。わ、100? 100? 100着もあると、でも、あ、でも季節ごとにいろいろあるわけですね。愛、ね、服とか夏服とか。そうそうそう、夏服、秋、ね、春、うん、夏、あ、夏、ね、夏、秋、春、あ、冬も張りますんでね、はいはいはい、もう本当にそのたんびに、うん、でももうこれはあの母親譲りで、あ、着物がどんどん、姉もいますんでね、どん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 下に降りてきて、お母様もじゃあお着物がお好きで、そうですね、もう大正生まれの母でしたので、ずっと着物で着てます。はい、じゃあもう千葉さんは割と小さい頃から着物は親しんでらっしゃったんですか？そうですね、うん、まあ、夏は浴衣、うん、冬はなんかドテラみたいな。あ、じゃあもう和服はもう着るのも早いんでしょうね。あれですよね、別の番組でしたけど、もう控室であっという間にね、着替えちゃうんですよね。まるでジャージかスウェットかっていうのが早かったのにびっくりしましたけど、ひとみちゃん洋服でもね、あんなに早くは無理ですよね。無理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 ですね。私一人で着れなくて、今度教わります。これはだいたいどのぐらい修行すると、あの、素早く着替えるようできるんですか？いや、あの、修行中より、うん、あの、ボランティア行くとね、うん、あの、5分で着替えたり、5分で袴になったり、うん、それがね、今回、はい、あの、さつまいもの会に早変わりの、はい、あの、篠光之さんという方がいらっしゃいます、はい、その方を見ると、畠山みどりさんの、お弟子さんだったので、うん、あの、早変わり、素晴らしいです。それこそ、やっぱりね、うん、あの、そういう技術を持って、ああ、ここへ来てるんだなっていうことが、ね、今のこのね、令和の時代に来てるんだなと思いました。今ね、さつまいもの会という話がありましたけど、また後ほど ね、はい、あの、今下に、はい、はい、出ておりますので、ありがとうございます。宣伝していただいてね、4月15日、うん、はい、ね、はい、はい、嬉しいです。まあ、初角屋千代八さんというお名前からして、初角や千歳師匠と、はい、深い関係があるんだろうなというふうに思うんですけども、千歳師匠と千代八さんはどういうようなお弟子さんという形でよろしいですか？そうですね、はい、あの、命名書がね、あの、うん、初角や千歳って書いてあって、はい、あの、御民が、御民図か四角いね、はいはい、あの、あれが押してあるのをね、いただいたんですね。あの、皆さんいただいてんのかなと思ってて、ちょっとね、あの、茶壇の中ちょっと入れといたぐらいで、師匠は、これお前大事なんだぞって言われて。大事だと思います。大事だ、はい、とっても大事です。僕らは市役職ですから何もないですからね。そうです、はい、証人もいないですから。金の額縁買ってきました。あ、そう、あ、そう、申し訳ございませんでした、師匠。もう大事にいたします。はい。師匠のところに、まあ、入門というんですか、その、あの、入られたっていうのはどのぐらい前になるんですか？そうすると、はい、もう、あの、1年間はちょっと修行させていただいたので、うん、3年目になりますね。3年目で、そうなんですね、はい、去年 CD 出させていただいて、1年半なりますかね。最初に千歳師匠にお会いした時のこう印象っていうのはどんな感じでした？はい、本当に普通のおじいちゃんで、うん、あの、カツラがなかったもんです。あ、その時はアフロのカツラをかぶってらっしゃらなかったんですね。近所だから、はい、はいはい、近所ですよね。あ、そうです。全然師匠と思わず、あの、普通に接してたんですけど、ある日行った時に、はい、アフロで、メガネで、この人だったのみたいになって、師匠ごめんなさいっつって、もう本当に、はあ、初角や千歳さんってこの方だったんだってことが分かって、それで、あの、じゃあお前に歌を作ってやろうと、優しい、うん、
ね、そのこの歌で泣いたらね、これはお前にあげようと。でも泣くか泣かないか分かんないよね、からね、やっか一回聞いてみます、したらもう一番から涙がボロ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 、師匠も涙がボロボロ、はあ、これ初めての給金ってこんな苦労してたんだみたいに、うん、そう思ったらね、やっぱり母親もね、仙台で生まれた方なんでね、仙台の時は苦労しながら、うん、ああやってたんだな、私もお金送らなくちゃみたいになって、初めての給金をね。千葉さんのお母さんは仙台。そうなんです。あ、じゃあひとみちゃんと一緒ですね。ふるさと仙台です。それは知りませんで、ね、何か縁がありますね。縁があります。そうですか。大崎八幡神宮でね、赤い袴と白いの着てね、あん中でお仕事してた。千葉さんじゃもともと歌を歌うことはじゃお好きだったんですね。そうですね、うん、50ぐらいになってから、50? まだ20歳ぐらいかと思ってましたけどね。いや50なんですか。50ぐらいびっくりですよね。私も20歳かと思ってました、はい、あれ20歳です、ね、いや本当コンクールやって、そうですね、のど自慢嵐みたいな感じだったんですね。そうですね、もうそんなこと繰り返して、お前いい加減にそれはやめろと、師匠、うん、ね、もうそんなにね、そんなにお金かけてもしょうがないから、うん、CD 出せと、とにかく CD 出せ。じゃあその出されたじゃあ CD はね、ここにありますね。ちょっとこんな感じでございますけど、これは寄れるんですかね、カメラ。ああ喜びのあんまり寄れないという、僕自分で寄ります、こんな感じ。かっこいいです。これ持ってるのはなぜ刀ですか。そうです、本物、令和のね、コロナを切ろうと、うん、ああ素敵、この、ね、コロナ始まってから の、ね、歌でしたので、うん、あ、そうなんですね。だからお店に持っていくと、うん、まあ厄除けなるねだって言われますけどね、本当にコロナを切るつもりで、あ、そういうつもりでね、やりました。じゃあもうアマビエ様か千代八様かという、そうですね、そうですね、感じなんですね。そうですね、どちらかって感じ、うん、はい。じゃあ早速、じゃあ1曲、ありがとうございます。じゃあ、ああ喜びの令和をね、じゃあ聞いていただきたいと思います。どうぞ。ですよね。ここでね、ちょっとメールが来ておりますのでご紹介したいと思います。イザナギジャパンです。イザナギジャパンさんという歌手のね、そうですね、方でございますけど、はい、南雲社長、江中ひとみさん、ゲストの千代八さん、こんばんは。千代八さんには木馬亭で大変お世話になりました。昨日木馬亭で行われた浅草21世紀で千代八さんの曲令和、ああ喜びの令和を石川和恵さんが歌ってらっしゃいましたというね、メールなんですけれども、こ
この歌いろんな方がね、あの気に入って歌っていただいて嬉しいですよね。嬉しいです。師匠も皆さんに歌ってほしいんですね。そうなんです、うん、みんなに歌ってもらわないとお前だけのものじゃないぞって言われましたんでね。そうだ、石川さんに一番初めに歌っていただいて、うん、本当に嬉しく思います。昭和があって平成があって高く人はね、こう昔は良かったみたいなことを言いますけどこう令和をやっぱりね、いい時代にするにはやっぱり令和を生きる人が一人一人意識をね持ってう、ね、うん、やっていかないといけないですもんね、うん、確かに令和になって戦争があったりとか、ね、感染症があって大変なんですけども、まあ、それゆえにね、うん、乗り越えなければいけない、うん、乗り越えて、この歌を聴いてね乗り越えていきましょう。はい、そうですね。どういうのやっぱこうなんか難しいところありますか、この歌のポイントというか。自分が一番難しかったのは、うん、途中でオペラみたいにね、上がるとこあるんですね、うん、あれがまだ出なかったもんですから、そこだけちょっと苦労しました。それはあれです、転調するみたいな最後のあれですかね、最後のそうそこですね、そこ、こんな難しい歌を歌ってもらえるのかしらと思って、石川さんやったー石川和恵さんもね、石川和恵の歌ってもらって本当にありがたい。いやでもいい歌ですよね。いい歌ですね。こうしっとりしてるんですけど何かこう前向きな気持ちになるような歌ですよね、うん、これを千歳師匠が作詞を、はい、うん、その時なんか歌う時にアドバイスみたいなのありました。うん、今コロナだけど、うん、必ず喜びの令和が来るということを信じて歌えと、必ず来るから、うん、師匠はいろんなこと乗り越えてきましたんでね、今のロシアじゃないけど師匠も満州から逃げてくる、うん、そんな時が、うん、今また来ちゃったと、うん、それ乗り越えるんだって、もうそういう戦争時代のこともね、乗り越えてきた、うん、まあ、止まない雨はないみたいな気持ちを、ね、まあ、聞いて、ね、笑う人に伝わるようにということなんですね、うんうん、まあね、師匠といつもおそばにいらっしゃったんでいろいろな思い出があると思うんですけども、はい、何かこうこれは忘れられないみたい なんか印象に残っているようなエピソードございますか。それはですね、うん、師匠が最後の病院からお電話いただいた時なんですが、はい、私もまさかそこで途切れるとは思わなかったので、うん、いいかよく聞くんだぞ、うん、さつまいもの会は、絶対完成させんだぞと、うん、残り自分の命が短いっていうのは分かんなかったもんですか、うん、だって師匠帰ってくるから大丈夫だよって言ってた矢先にね、その頑張れよと、さつまいもの会は仕上げるんだぞって言われて、なんだか遺言のように耳がこう、もう、ね、幼少からじゃあ千代橋さんにね、託したわけです ね、もう本当にありがたいお言葉でした。じゃあここでじゃあ改めてじゃあちょっともう一度さつまいもの会のじゃあ映像といいますかね、はい、あ、これですね、足立区の社会福祉協議会協賛、ね、はい、4月の15日にね、竹の塚地域学習センターで行われます。お客様はね無料でご覧いただけます。江中ひとみさんも出ます、私も出ます、よかったら来てください。でこれはもう師匠がね、昔はお米が食べられなくて、さつまいもを食べていたというようなことに由来して全国さつまいもの会の会長さんで、いろいろ寄付をいただいて、福祉の ねために役立てるというイベントで、今年でもう51回目を迎える。すごいですね、すごいですね。入院してた時ね、こう車椅子に乗ったんですね、はい、師匠ね、俺はこれを寄付してたのに俺が乗るのか俺が乗るのか病院の先生が乗れって言われたって言ってて、乗って座って、あ、いいもんだなとかエレベーターで上がってったんですけどね。もうね、信じられないですね、師匠がもうずっとねネタでね、なんか病院行って看護婦さんが師匠まだ生きてたんですかってびっくりされたっていうネタをいつもされてたんで
師匠、師匠って手を挙げたら、あのお金はまだ払ってません師匠とかって呼ばれて、お金払ってませんって言われちゃって慌ててお支払いしに行った。そうだったですか。あのネタがね、また見たいなと思いますけどね。でもこの辺で見てるんじゃないですかね。そうですね。なんかね、まだ1ヶ月ぐらいですからね、なんか実感も湧かない感じですけども、はい、亡くなって2ヶ月ぐらい経った4月の15日にね、まあゆかりのある方々が集まりまして、まあ、師匠がずっと気に病んでいたこのイベントを ね立派になんとか成功させたいですね。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ひとみちゃんもね、何曲か歌うんですよね。そうですね、漫談もやるんですよ、あの師匠からいただいた、はい、あの歌を歌わせていただきたいと思って、ね、あとの CH 列車も、そうです ね、はい、可愛いね歌わせていただきますね。師匠はまあ漫談だったり、はい、あと落語みたいなものとか歌とかやられてましたけど、千葉さんも一応一通りその芸とかそういうものも、はい、あの仕込まれたというか、そういうのあったんですか？漫談はね、私あのおしゃべりがダメなんで、師匠踊り、いけそうですけどね、踊りをね、あ、踊りが上手なんですよね師匠の歌で踊りをやらせていただきたいということで、あの自分のね、令和と侍と今、あの完成しました、はい、そういうのもね、皆さんぜひぜひ見に来てほしいですよ ね、 うん、じゃあここでね、先ほどの CD のカップリング曲もじゃあご紹介したいと思いますけども、はい、こちらですね、はい、ひとみちゃんにも経験があると思いますけど、初めてお給料もらった日のことって覚えてます？覚えてます。去年ぐらいですか？おととし。おととし。はい。ドルでもらったんですか？ウォンですか？ドルでした。ドルでした。はい。ドルですか？ねえ、みんな思いあると思うんですよね。こう、両親に世話になって、育ててもらって恩返しをする初めての給金をね。ひとみちゃんはお母さんとか何かプレゼントした覚えありますか？全額母に。全部あげたんですね。自分のために使わない。はい、今これ放送だから好感度を上げようと思って言ってるんじゃなくて。いや本当に。だからこの気持ちがすごく分かって泣けました。そうですよね。全額はすごいです。全額。千代橋さんは何をプレゼントしたとか覚えてますか？あの5万円いただいて。5万円もらった。はい。3万はお母さん。はい。2万は私だぞ。もう現金であげたわけですね。まあ、素敵です。すみません。もう本当に。まあ。いや、みんな親孝行ですよね。自分何にあげたか、ね、まあ何年かあげたと思うんですけど、はい、あの忘れました、はい、でもね、あの金額は、僕も5万円ぐらいだったんですけどね、当時でも給料大したことなかったですけどね、ね、本当にね、ウォンだったかもしれないですけどドルでウォンではね、皆さんそれぞれ、はい、はい、その時代のことを思い出しながら聞いてください、はい、初めての給金どうぞ。早く母を
かせるいい歌ですよね、うん。まあ、逆にこう自分が親になってみると子供がお給料で何かもらえるっていうのはまたジーンとするものがあるでしょうしね、うん。あ、そんな他になったのかなみたいなね、それぞれの立場でね気持ちがありますよね。今日は千葉さんがゲストということで、もうお客様の数がすごくて途中で入れ替えないと入りきれないというね、第2部のお客様もお見えになって、まあますます盛り上がっていきたいなと思いますけども、皆さん心拍数がね上がってますよね、この距離でね、マジかでね、ゆうちゃんもね演歌歌手なので、うん、どうですか、あのこの初めての経験を聞いて、うん、もしよかったら私も歌っても構いませんか。本当ですか。ひとみちゃんお給料全部あげたんだよ。そうなんです。それからあげてからどう、もう大変でした。だからどうしよう私。おやつも食べられないのね。そうです、そうです。大変だったのね、働き者。頑張りました。そういう苦労が、もうちょっとで報われるかもしれないですけど、千葉さんもこれからもまたね、さらに、そうですね、飛躍して。普段はこう歌の練習とかってのはどういう風にされてるんですか。自分はあの、お決まりの、あのカラオケ屋さんがありまして、今さつまいもの会にも出て、12名ね、出ていただける、はい、お店の方なんで、うん、出していただいて、そこであの18よりもうそこであの発表会をやらせてもらったりしてたので、地元のね方がねあの来てくれるということで、千葉さんのフェイスブックとか見てるとその上りの、そうなんですよ ね、ありますよね、作ってくださった、はい、ちゃんのね旗を作り、和則さんの旗を作りありがたい限りですよね本当に。何か持ってかないといけないですね。そうですね、何か持ってきましたきゃ、ね、もうね、もう可愛くてしょうがないって、もう本当にありがたいです。本当に本当にね、周りの人の、ね、優しさっていうのはありがたいですよね。本当にありがたい、本当に申し訳ないって感じでもうやらせていただきます。そうやって日頃からね皆さんに愛されてる千葉さんですよね。皆さん千葉さん大好きですからね。人柄がねまた素晴らしいですよね。そうです、明るいしね、うん、怒られてばかりです。えそんなことないな、怒ることなんて、怒られることなんか何一つないですよね。師匠に怒られたこととかあるんですか。師匠はないですね、うん、あの師匠もほら私ほらドライバーやってたから、タクシードライバーやってて、で、うん、でそのドライバーの腕も買っていただいて、あの師匠私の言うこと聞かなかったらここで降ろしますよって言った。あ師匠脅迫してるんですね。千葉さんタクシーの運転手をやられてるんですか。運転上手なんですよね。まあそうでしょうね、下手だったら怖いですもんね。そうです、師匠信頼してくれました。ひとみちゃんも実は趣味が車の運転なんですけれども、オルト勉強なんですが、でも苦手なところがあるんですよね。左折が難しい、あの氷が乗っかっちゃう。じゃあ千葉さんに左折のコツ、そう教えてもらいましょうか。どうも氷がねこう縁石とかにゴッタンってこう師匠一番やりがちですよね。左はもう必ずあのバックミラーと横のサイドミラー見ながら、いいかな、いいかなって感じで行きますよ。いいかなって感じですね、行きますよって感じでこうね、人がこうあの横断歩道とかこう、うん、そうなんですよ ね見ながらですね、もうゆっくり回して。いつでも泊まれる感じで、あのゆっくり行かせていただきます。わかりました。じゃあそうします。いいかな、いいかな、左折のコツはゆっくり、ね、そしていいかな、慌てない、いいかなってこう、ね、確認ですね、そうですね、何事も確認準備って大事ですもんね。そうですね、うん、じゃあ明日練習してみてください。多分赤い車でね、赤い車でよくわかる。あれ可愛くてね、赤い車になって嬉しいですね、はい、ありがとうございます。今度ね、近々、ひとみちゃんと千葉八さんがご一緒に出演するライブが
ありますので、ちょっと画像をご紹介したいと思います。3月の25日金曜日、はい、蒲田ニューエイトで、ひとみんピラミッドナイト、なんかスフィンクスとピラミッドが映っておりますけれども、これは何か探検したり発掘したりするんでしょうか。はい、ある今日いらしてる方にですね、はい、お客様に、はい、お客様に、うん、ひとみちゃんはクレオパトラだからあ、世界三大美女と言われているクレオパトラ、はい、私が答えたのは、うん、なんででしょうねなんでなんでしょうね。来れば理由がわかるかもしれませんね。そうですね、はい、ぜひぜひ皆さん来てください、はい、こちらのイベントはですね、ちょあしさん、そして、はい、ひとみちゃん、他にもね、芸人さんなんかも出演されます、はい、そして来場の皆様にひとみちゃんとじゃんけんをして、そうですね、とあることで勝ち残ると牛肉1名様でね、松坂牛 A5 ランクすき焼きをがもらえるという、千葉さんは牛肉好きですか。好きですね。あ、じゃあ参加してください。嬉しい。すき焼きね。すき焼きいいですね。食べなくちゃね。やっぱ栄養とって。そう。ひとみちゃんも好きですか。大好きだよね。大好き。卵でするとね。あれ卵ってなんかたくさんなんていうの、お箸でかき混ぜちゃいけないとかって言いますけど、何回ぐらいやります？千葉さんは。自分はもう、うん、黄身をこうね、崩したらそこの黄身で。あんまりガーってやらないんですねちなみに納豆はどうですか。結構かき混ぜる方ですか。あんまりかき混ぜませんね。ああ、はい、じゃあ割とあっさりめでね。あっさりでね、はい、はいはい、じゃあここでまたメッセージが届いております。メッセージが届きましたね。はい、これはお名前を探すのがどこでしょう。あ、はい、はい、もう顔を上げてください。はい、はい、横様です。横様様、はい、ありがとうございます。はい、ひとみんパラダイス、カメラあそこだからそうですね。はい、ひとみんパラダイス、エマさんも出られるんですね。とっても楽しみです。去年の12月のライブの写真、この時お元気でした。お疲れ様でした。ひとみんパラダイスも楽しみです。今帰ってきました。楽しく今聞いてますよ。これ師匠とのね、はい、お写真なんです、うん、これ蒲田ニューエイトで仕事が終わってね、番組を見ていただいてます。ありがとうございます。お写真は蒲田ニューエイトでしたね、うん、12月ですかね、25日でしたね、うん、この時はね、師匠お元気で、うん、ね、そうですね、本当に元気でした。もうびっくりなんですけどね、お声もね、ハツハツとしてて、そうですよね、うん、もう歌も上手で、いい声してますからね。いい声してましたね。師匠からね、いろんなことをね、千葉さんね、こう教わったと思うんですけども、はい、いろんな思いを胸に、はい、まあ、これからどんな活動というか、どんな歌手を目指していきたいというか、ございましたら最後にビジョンをお願いしたいんですけれども、はい、これからは、うん、ひとみちゃんと和則さんと親になった気持ちで。頑張っていきます。はあ、ありがとうございます。泣けてきます。あのね、師匠がですね、うん、ね、千代橋さんと私と師匠がいた時にですね、ある記者さんがいたんです、取材で。うん、そしたら、深々とね、その記者に向かって師匠がですね、千代橋と江中ひとみをよろしくお願いしますって言ったんです。そうだね。ね、ね、ね、もうそれ聞いて、何度も何度もよみがえってきます。本当によろしくお願いいたします。あの言っていただきます、ね、仲いいのね、そうなんです、ね、親友親友です可愛くて可愛くて本当に千葉さんいい方です。本当お姉さんみたいです。いや、母って言ってください。いやいや、お姉ちゃんです。あ、ないか、お姉ちゃん、お姉ちゃん、もう年後のお姉さんぐらいですよね。そうです、そうです、ね、美人で、もう本当に自慢の姉っていう感じだと思いますよね。これからもね、はい、もう2人の活躍、多くの方が期待しておりますし、師匠もこの辺からね、そうですね、応援してくれてると思いますので、はい、うん、頑張ってまいりましょう。頑張ってまいりましょう。はい、じゃあ今日はね、千葉さんどうもありがとうございました。ありがとうございました。ではここで、はい、師匠とひとみちゃんのね、歌をじゃあ、流したいと思います。Can you understand? どうぞ。
イキャンキャンキャンスピーツキャンキャンスピーツカンカンスナカンカンカンスナカンフレンチカンカンフレンチカンカンレッツゴー。バットは振らなきゃ当たらない。恋は本格ミステリー。謎解きしよう。初めて見たとき電気が走る。そんな出会いがやってくる。時々振り返りたくなるね。なぜか立ち止まりたくなる。たまには後戻り。辛い時には回り道。君の居場所を見つけよう。荒野下旬観光なんてさ、連続サプライズ。びっくりしないで楽しもう。流れが悪い時には笑え。いつもエンジョイしようよ。逃げたり隠れたり、最後は君がヒーローさ。君の幸せどこにある。なんか大変失礼なんですけど、師匠かわいいなっていう感じがしましたね。お茶目でした。お茶目ですよね。もうひとみちゃんに合わせてくれて、そうそう、お洋服を合わせて明かりしてくださってね。キャンニューアンダースタンド、はい、お子ちゃんの、ね、CD も出ておりますのでね、よろしければね、はい、聞いてほしいなというふうに思います。じゃあここで、番組をねご覧の皆様にプレゼントがございます。この番組はね、人気番組ですからね。そうなんです。北は？はい、北千住から。南は？南千住まで。もうすごい広さでね。すごいですね。視聴されてるというね、ことなんですけれども、今日のプレゼント、こちらの本でございます。元千葉県知事、森田健作さんが推薦している英会話の本。はい。英会話。はい。中学英語で、書いたことが24時間話せる。書いたことじゃないです。言いたいこと。あ、言いたいことが24時間話せるという本ですね。これパート1なんですけど、パート2もあります。はい、今日はセットでね。セットで。プレゼントしたいと思います。今日は初学屋千代八さん出演記念ということで、ひとみちゃん。はい。
888名、はい、末広がりで888名の方にプレゼントいたします。じゃあ宛先の画像が今出ております。じゃあひとみちゃん、念のため読んでいただけますか。はい、郵便番号 162-0801 東京都新宿区山吹町361株式会社ナウンド鳥越アズーリー FM プレゼント係までご応募ください。はい、はい、さすが元放送部ですね。よどみなく、よどみなく、普通の人が切らないようなところでねポーズを横にしてよかったですね。もう何があっても面白いですね、私はね。いつも笑ってますもんね。悲しかったり怒ったりすることないですか。あんまりないですね。千橋さんもいつも笑顔ですよね。あまり泣いたりは、ね、怒ったりしませんもんね。優しいですね。いつも笑顔。そうですかね。いや本当に嬉しいですね。はい、はい、はい、またね、ね、メールが届いております。メッセージが届いておりますのでご紹介したいと思います。はやどんさんからいただきました。ありがとうございます。はやどんさんというのはすごく声のいい、そうなんです、あの声の先生、いい声が出るトレーニングをしてくれるという方なんですけれども、ね、今度教えてもらいたいですね。そうですね、なんかすごいなんかあるんですね、コツがね、きっとね、ダンディーでね、はい、はい、かっこいいんですね。かっこいいんですね、はい、はい、昔は飛行少年だったらしいです飛行機乗ってたらしいですはい、飛行じゃなくてね、はい、飛行機の方機の、はい、千歳一門は皆さん人柄の良い方ばかりですね、感動して聞いておりますということで、ありがとうございます。師匠の教えがね、なんでしょうね、うん、そうですね、優しかったね、優しかったです。ひとみちゃん、なんか思い出ありますか。 あのですね、つくば、あ、言っちゃっていいのかなそこまで言って、つくばつくばエクスプレスで帰るんですけども、まあ、一緒に途中まで乗ったんですね。まあ方向が近いってことですね。そう、その時にね、はい、私の母親のことを話したんです、はい、そしてできたのがふるさとのお母さん。その時電車の中でね、うん、あの母の思い出とか話した。よし、これをじゃあ詩にしよう、うん、ね、だからふるさとのお母さんを歌う時は泣きながら歌います。あ、やっぱり。そういえば師匠がね、割と ね夜早めに寝られる師匠がなんか徹夜して書いたっていうね。そう、うんうん、そう、お母さん大好きです。本当にね、お母さんいいですね。まあ、エンディングの曲が流れてまいりました、水色の自転車に乗って、これが流れてくると残り時間が2分30秒なんですけどもただね、あちらのガラスの向こうに放送スタッフの方がいますよね。美人とイケメン。そう、美人とイケメン。なんとアズリーはね、美女と美男子しかいないですよね。いないんです、採用基準なんですね。そう、で、あちらの2人がこのゲストの方は感じがいいなと思うと5分ぐらい延長してくれるの今日はなんかありそうですけど、どうですか、どうかなみたいな、ちょっとならいいよ一生懸命は携帯で上司に相談しますから、ね、1分ぐらいいいですかねとか、なんか言うこと聞かないと怖そうですよ、あいつらみたいなじゃあここでひとみちゃん情報参りましょうか、はい、ちょうど3連休がね、この後ありますよね。はい、3月21日の祝日、はい、はい、東中のシェットユースで、うん、ひとみんコンサート春がございます。ちょうど春だからいいですよね。そうですね、春というアルバムの中の曲を、うん、まあ、歌うということでね、東中野、こちらはね、大変美味しい焼き鳥屋さんの2階でございますので、まあ、終わったら焼き鳥を食べながら ね、いや、人によかったねみたいなね、みんなで話をするのもいいかなと思いますけど、はい、そして、4月の9日には、本格ミステリーの巨匠島田総司先生と音楽を楽しむ会というのにひとみちゃんが出演いたします。こちらの画像がなかなか、あ、出ましたね、島田総司先生のオペラの黒船の会ですね。辰巳拓郎さんとか、お嬢さんのマリエさんなんかも出演されます。皆さんオペラの方なんですけど、私だけ歌謡曲なんですね。まあ、だいたい色物扱いですけどねこちらは、ワインとそれから、フランス料理つきまして1万6000円、ちょっと高いんですけどもね、飲み放題でございます。はい、はい、いいなんですね、はい、今日も楽しくお届けしてまいりました。ひとみちゃん、ご覧いただきまして皆様に御礼の気持ちを、
謎かけで最後にお願いします。はい、リスナーの優しい皆様、はい、そして会場に来てくださった温かいお客様とかけまして、はい、公務員のお家と解きます。はい、公務員のお家と解きます。はい、はい、その心は感謝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 、ありがとうございました。